お待たせいたしました。福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ、この試合の模様をお送りいたします。ホークスの先発はエースの東浜、対するファイターズの先発は左の上原、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。ホークスピッチャー交代です。東浜降板、左のモイネロ今日2番手としてマウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。8回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは清宮、見送ってストライク、いきなり152キロ、見送ってストライク、これで追い込みました。投げました、空振り三振、モイネロ3球で仕留めてみせました。バッターは5番野村、今日4度目のバッターボックス。第2球投げました、ボール、インコース低め。第3球を投げました、アウトコース低め、空振り、タイミング合いません。次は4球目投げました、縦のスライダー、空振り三振、2者連続三振。右バッターボックスは6番万波、投げた、打ちました、ファール。初球ファールから投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、外角低め、外れてボール。第4球を投げた、ストライク、空振り三振、最後は伸びのあるストレート。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。モイネロ、この回見事な投球でした。8回の表が終わって5対3です。ホークス見事勝利です。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手東浜、負け投手川野、西武投手は森。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。